はい、クレチャンネルです。今日は仲間内の大会第何戦目かです。釣りの神様、一匹釣らしてスタート。シャッターベイとか、一応行く。いやー、マジかよ。バスじゃん。出た。海で出た。情報と違うんだけど。そうなんや。お、どこ？言うとるところと違うし。取れてるでしょうか？バラした方が面白いよ。バラした方が面白い。面白い面白い。なんかネットが違う。ナイスフィッシュです。ありがとうございます。おー、2本目じゃろ。でももう2本目、素晴らしい。しかもいいサイズ、4号ぐらいぐらいかな。
ナイスフィッシュです。よし、もうネタができたきいいや。エローズフィルじゃん。それ釣れるんじゃん。釣れるよ。危な。こないだからこれでしか釣れてない俺。おー、エローズフィルばっかり。やっぱ脆いんじゃね。脆そうだなと思いながら。ジャバラと、ジャバラチックじゃけんね。ジャバラじゃけんね。いや、あの買おうかなと思いながら、まあいいかって感じだった。同じぐらいな、2つとも。1個でかいん。いや、同じぐらいなの。今の方がでかいかな。さっきのはもうちょっとちっちゃい。なんか言っとることとやることが違うんじゃけどね。どうして？真ん中で釣れたって言ったじゃん。でももうあそこシャローエリアじゃん。真ん中で釣るとそれはまあ、 あのちょっとあっちこっち。おい、多分1メーターもないんじゃない。いやね、もうちょっとある。濁っとるだけ。あれ濁っとるだけ。じゃけ赤土が入ってきとるて、めちゃくちゃ濁っとって、あの半分だけで今あの木は投げて、そのまま沈めたらなんかボボンって当たった。へえ、俺釣りたいのにな。頑張れ。いや、落ち着いてきた。やばいな。よし、俺の袋横取りしよう。頑張って。脳進化なら食うやん。脳進化か、どうじゃない。ずっとこれで釣るよ。おー、ずっともうなんかゼロを切るの3点だし。違う、あげようか。1個もらえるんですか。すいません、ありがとうございます。ぜひどうぞ。何、ラバージグにつければいいんですか。ラバージグにつけたり、テキサスにつけたり。はい、これで釣れるらしい。釣れるらしいじゃない、釣れるの。釣ってやった。この色なん。うん、そのこの間からずっとその色。ここはロボジグにしてみ、ロボジグのこのクレーラーこれにしてみよう。シルエットみたいなんだな、多分。結構ボリューミーだけど。匂った。いや、匂ってない。匂ってみち。よっ、何これ。なんかあるね。食い物にあるね。なんかのスナック菓子。うん、なんかの、何かとは言わんけど、なんかのスナック菓子によく似てる。へえ、もうギルワームなんだね。でもまず全然見えてこない。ひらめきも何も見えない。一本。はい、おめでとうございます。660です。兄なんぼ？1250。1250。
はい、4220。めっちゃいいじゃないですか。練習通り。通り。すごいね。じゃあ帰ろうか。どれもいいじゃん。こっちもいいじゃん。もういいじゃん。もういいやん。もうええよ。めっちゃポロポロするよこれ。もうええよ。もうええよ。ゴーフプロも電源切ろうもん。もう切ろう切ろう。あんま興味がない。やろうね。うん。釣りに興味がないもん。釣りに興味がない。うん、そうやって言った？もうやめる釣り。おかしいな。